皆さんこんにちは。今回紹介するのは競艇界を代表する女性ボートレーサーの守屋美穂選手です。守屋美穂選手といえば A1 級を維持しており、怪力美人レーサーと呼ばれ人気を集めているトップレーサーです。そこで守屋美穂選手についてこれまでの経歴や私生活に迫ってみたいと思います。守屋美穂選手は1989年1月20日生まれ、岡山県倉敷市の出身です。兄に競艇選手の守屋大地選手がおり、兄弟レーサーとしても知られています。守屋大地選手は守屋美穂選手よりも3つ年上ですが、競艇歴でいうと8年守屋美穂選手が上です。守屋大地選手は普通の社会人として普通の生活を送っていましたが、稼いでいる妹が羨ましくなり転職したそうです。これは思い切った行動と言えますよね。守屋美穂選手は高校時代に重量挙げ 48kg 級の選手として活躍していました。2006年に行われた全国高等学校女子ウェイトリフティング競技選手権大会で優勝しています。そのため怪力美人レーサーと呼ばれるようになりました。中学生の頃、守屋美穂選手は盲導犬の訓練士を目指していましたが、お父さんからの勧めで競艇選手になることを決めたそうです。ウェイトリフティングもボートレーサーになるため基礎体力作りの一環として始めたそうです。そして高校卒業後はボートレーサーを目指し大和競艇学校へ入学しました。守屋美穂選手は2007年5月24日に大和競艇学校で行われたリーグ戦の第一戦で優勝しました。その後も安定した成績を残し、卒業記念競争では優勝戦に進出し、結果は3着でした。リーグ戦通算勝率は 6.76、 準優勝5回、優勝戦も5回出場し、優勝は1回という好成績で大和競艇学校を卒業しました。守屋美穂選手は2007年11月20日にボートレース尼崎でボートレーサーとしてデビューし、初戦は6着でした。2007年12月29日にボートレース琵琶湖で開催された一般レース2007年末ファイナルに出場し初勝利を挙げました。翌2008年は2勝に終わってしまいますが、2009年に入ると安定感を増していきます。2009年5月14日にボートレース徳山で開催された G3 九州スポーツ杯2009女子リーグ戦第3戦では初優出しました。2012年2月28日にボートレース多摩川で開催された G1 第25回女子王座決定戦では G1 初出場を果たしました。2012年8月2日に若松競艇場で開催された G1 第26回女子王座決定戦競争では G1 初勝利を挙げました。守屋美穂選手は G1 初出場と初勝利を挙げ、2013年に念願の A1 級への昇格を果たしました。2013年2月28日にボートレース鳴門で開催された一般レースガールズチャンネル開設記念オール女子戦鳴門金時杯では初優勝を飾りました。デビューからおよそ5年半、通算戦争目で決めた悲願の初優勝でした。守屋美穂選手は2013年7月3日に開催された第27回女子王座決定戦の前夜祭で先輩レーサーの山口達也選手との結婚を発表しました。女性ボートレーサーが男性ボートレーサーと結婚することは珍しくなく、ボートレーサー同士の結婚も珍しいことではありません。しかし女性ボートレーサーが結婚相手に選ぶ男性ボートレーサーはトップレーサーの場合が多いのですが、山口達也選手は飛び抜けていい成績ではありませんでした。ファンからは祝福よりもなぜ山口達也選手と結婚したのかという疑問の方が大きかったようです。2014年5月27日にボートレース福岡で開催された第41回笹川賞では SG 初出場を果たしました。2015年2月にボートレース小島で行われた G1 第58回中国地区選手権競争を終えたタイミングで産休に入りました。2015年は守屋美穂選手にとって伸び盛りの時期だったので、この時期に産休に入ることに悩んだそうです。そして2015年9月15日には
第一子の長男を出産しています。2016年4月にボートレース浜名湖で開催されたオールレディース競争のヴィーナスシリーズで復帰を果たし3着という結果を残しました。産休により守屋美穂選手はかなりのブランクを経験し、産休が明けてからしばらくは以前のような鋭い走りができなくなり、復帰前より勝率も落としてしまいます。しかし2016年8月1日にボートレース下関で開催された一般レース男女ダブル優勝戦では優勝を飾りました。守屋美穂選手は産休の影響で出走数不足となり、階級を B2 に落としてしまいます。2017年は産休によるブランクから脱出したのか、以前のような走りを取り戻してきました。そして2017年前期にはわずか1年で A1 級まで返り咲きました。しかし2018年後期には一度 A2 級に後退しますが、その後2019年には早くも A1 級に復帰して最前線で活躍しています。2018年11月に芦屋競艇場で開催された第5回レディースチャレンジカップでは優勝しました。2019年7月に開催された G2 モーターボート大賞競争では男女混合戦の初優勝を飾りました。2020年1月には江戸川競艇場で開催された G3 オールレディース江戸川女王決定戦キリンカップでは優勝し、自身の31歳の誕生日にバースデー V を飾りました。そして2020年5月24日の YouTube の番組内で山口達也選手と離婚していたことを公表しました。離婚した理由については不明ですが、山口達也選手が個人でやっている YouTube チャンネルには守屋美穂選手が出演していたので、仲が良いと思われていたので、多くのファンが驚き残念に思ったようです。守屋美穂選手は競艇オールスター2021にファンからの支持を集めて出場しました。出場選手は峰竜太選手、薄島誠選手、松井茂選手と2021年の競艇界を代表する選手ばかりでした。最初守屋美穂選手はあまり注目されていませんでした。しかし守屋美穂選手はスタートした瞬間フルスロットルで加速し、まくり差しを決めにかかりました。まくり差しが決まりトップに立つかと思われましたが、守屋美穂選手は転覆してしまいます。事故が起きてもおかしくないような転覆だったので、ファンは守屋美穂選手の安否を気にしていました。幸い守屋美穂選手に怪我は全くありませんでした。守屋美穂選手は期待に応えられなかったことに対して何度もファンに頭を下げて謝りました。このレースを見て、女性初の SG レース制覇を成し遂げるのは守屋美穂選手しかいないと思ったファンも多いようです。そして2022年2月27日に桐生競艇場で開催されたレディースオールスターでは G2 の3勝目を飾りました。守屋美穂選手の師匠は小畑美奈里選手です。現在は A2 で活躍する小畑美奈里選手ですが、過去には SG 賞金王シリーズ戦で優勝している実力派の選手です。守屋美穂選手の現在の活躍は小畑美奈里選手の指導も要因の一つでしょう。守屋美穂選手は薮内瑞希選手を弟子にとっています。薮内瑞希選手は現在は B1 で活躍中ですが、まだ25歳ですので、これからの活躍が期待できる選手ですね。守屋美穂選手の同期には今や SG 常連となり、2020年のボートレースオールスターで見事優勝を飾った篠崎仁選手、香川支部の顔ともいえる活躍を見せ片岡正宏選手がいます。ファンから可愛いと人気を集めている守屋美穂選手ですが、 SNS を使っているのでしょうか。守屋美穂選手は Twitter は開設していませんが、 Instagram のアカウントを開設しているようです。しかし非公開アカウントになっていて投稿を見ることができません。プライベートな面を見ることができず残念です。怪力美人レーサーと呼ばれ人気を集め、現在大活躍している守屋美穂選手からこれからも目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。